今日はモノマックス11月号。アウトドアに買い物に大活躍な、たくさんのポケットが便利な本格ツールバッグの紹介です。すごい。なんか雑誌の表紙を見た感じで大きいなとは思ったんですけど、これ自体もすごく重いです。では、開封していきたいと思います。綺麗に折りたたまれてますね。硬い。大きいですね。サイズは53センチ、28センチ、マチが 15.5 となってます。かなり大きいです。ね、アーバンリサーチっていうことなんですけど、裏も表も何もロゴは入ってないです。横にタグがついてますね。ここに少しだけ。ね、まずは表、生地から。生地は、もう普通のキャンバストートみたいな感じの生地で、若干硬い感じ。外側の縫い目はすごい綺麗ですね。かなり大きい、本当に。ちょっとびっくりしました。こんな大きいとは思ってなかったんで、インバッグにできるぐらいかなーって、ちょっと軽く思ってたら違いましたね。で、表側にポケットが1個、2個、3個。幅が全部違いますね。とても大きいポケット。ポケットの中は特に、でもなんか裏は、こっちの裏ビニールっぽい感じですかね。よくわかんないけど、なんかキャンバス生地とはちょっと違うような、ちょっとツルツルしてます。で、裏側は、町が作ってあるのかな、ちゃんと。なんか、町があるような感じに作ってありますね。ポケット。裏側は2個ポケットがあります。で、縫い目、持ち手は、すごい硬いキャンバス生地の同じ生地で二重にしてあるからか、すごい硬いです。しっかりしてます。で、縫い目はバッテン縫いで、すごいしっかりしてると思います。重たくなっても、持ち手が取れるっていうことはなさそうですね。うん、いいかも。綺麗ですね。キャンバス生地だし、すごいいいですね、こういうの。中は裏地がついてるわけではないんですけど、やっぱり生地がつるっとしてる違いがわかるかな。これ、ここは表、これ裏です。内側です。つるっとしてる生地っていうんですかね。なんかビニールっぽいです。裏地がついてるわけじゃないんですけどね。縫い目はすごい綺麗。うん。綺麗に処理してあります。で、裏ポケットは、ついてないですね。だけど、これはすごい大容量
ママさんとかすごい助かるんじゃないかなと思います、こういうバッグ。でも家族で子供さん赤ちゃん連れてちょっとお出かけするときとか、おむつとかミルク類とか入れて車に置いといたりするのにすごい便利そうなバッグだなと思いました。でな、点蓋がついてるんですけど、点蓋にチャックがついてますね。今ちょっと逆さにした状態です。なので点蓋にもなるし、ポケットにもなる作りになってますね。なので中に落とし込むと内ポケットにもなるみたいですね、これが。ただ止めることはできない。ここにもボタンがあったらね、内ポケットにしてここ止めれるんだけどな。もう一個ボタン欲しかったかな。まあ縫い付ければいい話ですけどね、ここに自分で。ちょっとチャックに当たるかな。うん、ここら辺ギリギリにつければなんとかいけるかもしれないですね。パチンって止めれるようになるかもしれないです。ね、点蓋として使うときはこの点蓋との裏にボタンがあるんで、これとパチンって止めれば中身も点蓋として使えますよ、中身も見えませんよっていう状態になります。でなおかつポケットとしてこの上も使えて、すぐ出したいものはここに入れれるっていうことですかね。なかなか機能性はいい感じですね。ただちょっと大きすぎるかな。結構な大きさです。モノマックスの雑誌のちょうど2個分ぐらいのサイズ感ですね。すごい大きいです。ママさんバッグとして大活躍しそうなぐらい大きいですね。便利そう。ちょっと生地が分厚いんで、買い物袋としてバッグに入れとくことはできないんですけど、これをもう持ってお買い物に行くとかなら良さそうです。ただ、リビングに置いて使ったりとかもできるんで、色もホワイトみたいな、ホワイトに近いクリームっぽい感じなんで、そういう面では使い勝手は良さそうかなと思いました。雑誌とか新聞とか、ちょっととりあえず置く場所がない、何かに入れておきたいとかっていう時にポンと入れて置いておく。で、時間がある時に片付けるっていうような感じですかね。色もこんな感じのホワイト、ほぼホワイトに近い感じなんで、もう見た目も、もうほんとホワイトですよね。で、キャンパス生地なんで、リビングに置いとくのも、おしゃれになっていいかなと思いました。今回は、モノマックス11月号特別付録、アーバンリサーチ、6つのポケットで荷物が整理できるツールバッグの紹介でした。お出かけする機会が多い家族の方だとか、アウトドアとか、なんか使い道が結構いろいろできる多機能バッグなんで、1個持ってても損はないかなと思いました。
気になった方は書店へ行って見てみてください。それでは、バイバイ。